にも、スプーンにも、録音であげます。あ、まだ、ラジオアプリの方にも。まだ配信ってやってるんですね、そういう。ライブ配信もやる、できるんですけど、これは、録音であげますね、スプーンの方は。最近配信アプリ自体がもうなんか流行ってないのかなと思って。でも私結構便利なんで、もう、じゃあ録画しちゃいましょう、ちょっと。Recording in progress. 2つぐらいしかもうないのかなと思って。アプリってもあ。配信アプリですか？う、17ともう1個のポコチャは CM 見るけど、他は一切見なくなったの。ああいう、それ動画というか、あれじゃないですか。画像もあるじゃない。動画もあるじゃないですか。それって。おごちゃとか、17とかって。スプーンとか、ラジオトークとか、なんだっけ、もう一つ。なんとか、名前忘れ、スタンド FM とか、ラジオアプリなんで、音声だけなんですよ。で、僕はよく音声撮って、それを YouTube で上げたりとかしてるんで、YouTube に転載してるんで、結構重宝してるんですよ。スタンド FM は使ったことないんでわからないですけど、ラジオトークとか、スプーンは、なんていうかな、データを取っとく必要がないんですよ。なんていうかな、録音したら、その、アプリ上で上げれるんで、ストックしとく必要がないんですよ、データを。ああ、そっか。なんで、いいので、データがパンパンでも、要は、動画とか撮ったりとかすると、なんていうの、容量がパンパンになっちゃうじゃないですか。そういうのはないんで、結構いいかなっていう感じで、ですね。はい。ということで、やりすぎじゃない都市伝説。信じるか信じないか、まいっかてか、まいっか。で、おなじみの選手の前方です。ということで、いつもニューエックさんです。お願いしはまい。す。でございます。ね、今日は背景が、オーロラになってましてね。もうこれは、ねえ、まずいで太す陽フか？レアですやか？ばいですかね？俺もそれにし、最近これにしてて、今それを言おうと思いついたっていうか、虎之助とそのネタ合わせとかやってるときは、それ思いつかなかったんだけど、今日、都市伝説やるんだなと思って、そういえばと思ったんで、太陽フレアだなって。まあ、それも太陽フレアの影響なのかどうかっていうのは、まあ、わかんないですけどね、本当に。まあ、ちょっと、僕はちょっと疑ってるんですけど、まあ、その話も後で しようかなって感じなんですけど、今日は、スプーンの方でもちょっと録音してあげておこうかなということで、最初そのラジオアプリの話をし、から入りましたけど、杉山圭郎さんの、出てるやつ見ました？女子なんとかってやつ。もうちょっと完結してるんですか？ちょっともう途中、なんだっけな。ケイロさんが落ちて、そこまで見たんですけど、結局なんかね、ちょっと気持ちは悪がられただけになっちゃったんで。あそこまで残ったなと思いましたよ。
土俵際でずっと。だって一番喋ってたもんね、ケイロさんね。なのに落とされちゃったなと思って。ああ、そうかそうか。うん。意外と、なんだっけ、あの人。ミリチャムさんが、ちょっと厳しいなと思いましたうん。うん、ね。すごかったもんね。まだ、青ちゃんぺさんはちょっとフォローしてくれてる感じがしたんですけど。もうよっぽど嫌いだったんだろうな、みたいなね。そうか。まあ、ギャルからすると、あれなのかな。結構、はっきりしてそうな、性格ですからね。なんか隣の女の人が、ね、ケイロさんの手が触れそうになった時にめちゃくちゃ嫌がってたから。そんなシーンありました？そんなシあるよ。もうちゃんとそこをね、ちゃんとね、リプレイされてるぐらいだから。あ、リプレイされてました？あ、そんなんだ。そうなんだ。一応、あ、ちょっ強とあん調、まりよくそう。しっかり見てませんでした。強すいま調せん。されてたあれ？から、ちゃんと。おあ、もう、ちょっー。どうすと、か。編集者もちょっとね、ちょっと、ちょっとそういう風にしたんだな、みたいな演出を。ケイラさんはキモキャラに仕立て上げてたから。そう。今ね、何の話題をしてるかというと、杉山敬路さんっていうね、このチャンネルにも、この番組にもね、このコーナーにも出ていただいたことがある杉山敬路さんっていう、カエルの、ぬいぐるみかぶった芸人さんが、なんか女子、女子、なんとかチャンネル、なんでしたっけ？女子、まあ、いいや、概要なん欄に貼っか、ときますそうんいで。うトーク番組が、結構すごトーいク番組、なチャんンかネ討ル、論番組みたいのねえ、に出てて、結構、すごい番組、大きいもんね、あれ。地上波にも出てるような、ミリチャム、地上波というか、なんていうかね、結構、アベマとか出てる、青ちゃんぺさんとかっていう、ギャルタレント方と、絡んでますね。割と有名どころと、絡んでて、なんか番組の、レギュラーかなんかのオーディションなんですね、あれね。で、途中から案外、女子高生の女の子、すごい応募してる感じがあって、なんかちょっと、出来レースっぽくなっちゃってるんで、どうなのかなって思ったんですけど、まあ、じゃあどうなんですかね、台あれ本は。もやっぱあると思うんで、ある程度。ですよね。ちょっと押しすぎが、なんか、その子一本で行こうみたいな感じになってますもんね、途中からね。まあ、結局ね、それは制作者側がね、ちゃんと作りたいもんで、そうなっちゃうと思うけど。いやし、なんか、不自然ではないんだけど、なんか、すごく、女子高生にしてはすごい自信満々ですね、あの子ね。すごかったもんね。そこは、まあ、可愛いしね。最初、でも、あんまり気にならなかったんだけど、だんだん可愛く見えてきて。女子高生の子。で、しかも、言うことがしっかりしてらっしゃるし、なんかブレないというか、まあでももう実績があるってことでしょ。もうチャンネル、多分いろいろフォロワーが多いってことでしょ。もうすでに。つまり、その人あ、そに。うなんですかね。よくわかんないけど、なんでこんなに、どういうバックボーンをもらたれてるのかちょっとよくわかんないんですけだってど。人って実績がなければあんな風になれないじゃん。そもそもね。そっか。何言ってんだ、この人。実力あっても、実績がなければ社会で評価されないから。で、他にね、ちょっと、ケイロさん以外にも、ちょっとチャラそうな男の人何人かいたんですけど、その人たちは早々に落ちてしまって、案外そういう人を一人ぐらい残せばいいのになと一瞬思ったんですけど、そういう、なんか違うんですかね。